ジョン・ハケットは、イギリスのフルート奏者であり、ギタリストのスティーブ・ハケットの弟である。主な演奏楽器はフルートだが、ギター、ベース、ベースペダル、キーボードも演奏する。ジョン・ハケットには、クラシック音楽とロックの両方のバックグラウンドがあった。初期のキャリアは、主に兄であるスティーブ・ハケットのバンドのメンバーとしてであり、多くの初期のアルバムに参加し、1983年まで、 ツアーに帯同した。その頃には、すでに、アンソニー・フィリップスのデビューソロアルバム、ギースザ・ゴーストをはじめ、いくつかのアルバムにゲストとして貢献している。彼は、イングリッシュフルート・カルテットや、ウェストミンスター・カメラータなどのアンサンブルで演奏し、アンビエント・ミュージック・トリオである新シ室のメンバーとして演奏した。また、様々なアーティストやプロジェクトとのセッションワークから、 素晴らしい成果を維持している。2004年からジョンはクラシック、フォーク、ロックのスタイルを取り入れたソロアルバムを定期的にリリースしている。2005年には歌詞の大部分をニック・クラバーンが担当しニック・マグナスとプロデュースしたロックアルバムであるチェッキング・アウト・オブ・ロンドンがリリースされた。これに続き2015年にはマグナスとクラバーンが関わった2枚目のロックアルバム。 アナザーライフがリリースされた。スティーブ・ハケットのバンドに一緒にいたということもあって、ジョンとニック・マグナスは一緒に何度もコラボレーションし、レコーディングし、演奏を行っている。ジョンは2000年代を通じて、イタリアのオルガニスト、マルコロ・ムシオと共演し、ヨーロッパでのライブ演奏にて、オルガン、またはピアノとフルートでのデュエットをよく演奏した。 ハケットはいくつかのレコーディングを行っており、ロムシオのアルバム、ザ・ブック・オブ・ビルボ・アンド・ガンダルフで演奏し、スティーブ・ハケットと一緒に、プレイング・ザ・ヒストリーのプロジェクトで協力した。2019年、ストラディバリウス・レーベルから、デューオーとして最初の公式アルバム、オン・ザ・ウィングス・オブ・ザ・ウィンドウを発表した。2012年以来、ジョンは、クラシックギタリストのニック・フレッチャーとコラボレーションしている。 彼らはイギリス全土でフルートとギターのデュオとして演奏し、インストゥルメンタル音楽による2枚のアルバムを録音した。最初のアルバムにはスティーブ・ハケットもフィーチャーされていた。2005年にはアルバムチェッキング・アウト・オブ・ロンドン反則のための短命バンドが存在し、キーボードのニック・マグナスやボーカルのトニー・パターソン、そしてジェネシスのトリビュートバンドであるリー・ジェネシスの 様々なメンバーをフィーチャーした。アルバム、アナザーライフのリリースをサポートするため、ジョン、ニック・フレッチャー、ダンカン・パーソンズでトリオが結成された。すぐに、ジェレミー・リチャードソンが追加され、ダンカンがドラムに移行して、フルバンドとして拡張された。2016年に、ジョン・ハケット・バンドとして公演を開始し、彼らのデビューアルバム、We Are Not Alone は、 2017年にエソテリックアンテナレコーズからスタジオアルバムと2016年に録音されたライブアルバムの2枚組 CD セットとしてリリースされた。ありがとうございます。